This cookie is made このフィロ生地とピスタチオのクッキーは感謝の印です。これを作ったカダと家族は数十年間シリアでパン屋をしていました。戦争による封鎖で食料や物資が届かず、家族は食べることができなくなりました。絶望的な状況で、末日聖徒チャリティーズとラーマワールドワイドの勇敢なスタッフは、子どもたちのミルクとともに毎日食事を提供し始めました。困難を乗り越え、この家族は新しい国に住み、パン屋も再開しました。最近、教会のオフィスにメッセージとクッキーが届きました。2ヶ月以上、私たちは炊き出しのおかげで何とか食べることができました。それがなければ餓死していたでしょう。わずかですが、感謝の印です。お受け取りください。神が皆さんが行うすべてにおいて皆さんを祝福してくださいますように。このクッキーは皆さんを思ってのものです。ニュースを見て祈り、ボランティアをし、役立つと信じて献金してくれた皆さん、ありがとうございます。イエス・キリスト教会は貧しい人を世話するという神聖な義務を負っています。これは救いと生命の技の柱の一つです。アルマの時代の真理は今も同じです。彼らは裕福な暮らしの中で着るもののないものや飢えているもの、乾いているもの、病気のもの、栄養のない、足りないものを追い払わず、富に執着しなかった。そのため、老いたものも、若いものも、束縛されたものも、自由なものも、男も、女も、教会員であるなしの区別なく、助けの必要な人々を偏り見ず、すべての人にものを惜しまなかった。教会はこの責任に様々な方法で対応しています。婦女教会、真剣定員会、クラスを通して行うミニスタリング、断食と断食献金の活用、福祉農場と缶詰工場、移民のための歓迎センター、刑務所にいる人々へのアウトリーチ、教会の人道支援活動、ボランティアと奉仕の機会をマッチングするジャストサーブアプリ、これらは真剣により組織され、小さな取り組みが合わさって影響力となり、キリストの弟子として行う個々の事柄が大いなるものとなっている例です。預言者は教会員だけでなく、地球全体に対して責任を負います。私は経験から大官庁会がいかに個人的にまた献身的に責任を負っているのかお伝えできます。大官庁会は人道支援活動を必要に即して大幅に拡大するよう要請してきました。彼らは時代の大きな流れから些細なことにまで関心を持っています。私たちはパンデミック時に病院で使えるようにと B5 医療が作った防護着を大官庁会に見せました。医師であるネルソン大官庁は関心を示し、見るだけでなく袖口と長さ、後ろの結び方を確認するために試着し思いを込めてこう言いました。人々と会うとき、断食や断食献金、主の皆によってミニスタリングをしていることに感謝を伝えてください。大官庁の指示を受け、末日聖徒と多くの友人の善意で、教会がハリケーンや地震、難民の避難、パンデミックにどのように対応しているか報告します。1500以上のウイルス関連のプロジェクトは、過去18ヶ月間、教会の救援活動の最大の焦点でしたが、108カ国での933の自然災害や難民危機にも対応しました。しかし、統計の数字が全てではありません。現状が見える4つの例を紹介しましょう。南アフリカに住む16歳のディーケは何年も前に両親を亡くし、3人の兄弟を世話していました。食料の確保はいつも大変でしたが、ウイルスによる共有不足や隔離でより困難になりました。いつもお腹を空かせ、近所の人からの施しでやり過ごしていました。2020年8月のある日、ノックが聞こえ、ディーケがドアを開けると、見知らぬ二人が立っていました。一人は教会の代表者で、もう一人は南アフリカの社会福祉関連の役人でした。二つの組織は困窮している世帯に食物を届けるために協力していました。
教会の人道支援基金で購入された山積みの食料費を見て、ディーケは安堵しました。政府の物資が届くまで家族を養う助けとなるでしょう。ディーケの話は、奉献された寄付や奉仕のおかげで、パンデミック時に世界中で起きた何千もの出来事の一つです。私たちは皆、ニュースで何千人もの人がアフガニスタンから国外退去している映像を見ました。多くの人が最終目的地に向かう前に、他国の航空基地やその他の避難所に到着しました。彼らの必要は急を要し、教会は物資やボランティアを提供しました。ドイツの空軍基地では、教会を通して寄付されたおむつやミルク、食べ物、靴などが提供されました。婦女教会の姉妹たちの中には、空港での混乱で伝統的な頭の覆いが剥ぎ取られた女性たちが、夫のシャツで頭を覆っていたことに気がついた人もいました。宗教や文化を超えた友情の印として、ラミュシュタイン第一ワードの姉妹たちは、これらの女性たちのための衣服を縫うため集まりました。ホールズ姉妹は言いました。女性たちが祈りの服を必要としているので、彼女らが祈れるよう縫っています。次の例は、善を行うために裕福である必要も、年配者である必要もないことを示しています。18歳のマリーはハイチのある支部の出身です。8月の壊滅的な地震で彼女の自宅も倒壊しました。家を失うことの絶望感は想像を絶するものです。それでも彼女は絶望に屈せず、周りに目を向け年配の隣人を世話したり、瓦礫を取り除く手伝いをしました。消耗しきっていたはずの彼女は、他の教会員と共に食べ物や衛生キットを配りました。マリーはキリストの模範に従おうと努め、大々しく奉仕した青少年やヤングアダルトの一人に過ぎません。その地震の数週間前、別のヤングアダルトのグループも西ヨーロッパで同様に奉仕していました。7月の洪水は過去数十年で最も深刻なものでした。水が引いた頃、ドイツの川辺の町に住むある店の経営者は被害状況を調べて圧倒されました。敬虔なカトリック教徒である彼は、神が助けを使わせてくださるよう祈りました。その翌朝、フランクフルト伝道部のハモン伝道部会長がヘルピングハンドのベストを着た宣教師の一団とその通りに現れました。水は店の壁の高さにまで達し、泥が堆積していました。彼らは泥を取り除き、瓦礫を道路に積み上げました。喜びに満たされた天使は彼らと共に働き、一日も経たないうちに主が祈りに応えて、ご自分のしもべたちを使わせてくださったことに驚きました。教会の人道支援の取り組みについて、ホランド長老はこう述べました。祈りは答えられます。ほとんどの場合、神は人を使って答えられます。ですから、主が私たちを使ってくださり、私たちが人々の祈りの答えとなれるように祈ります。兄弟姉妹、皆さんはミニスタリングの技、献金、時間、愛を通して祈りの答えとなっていますが、もっとできることがあります。バプテスマを受けた者として、助けを必要とする人々を世話するという制約を交わしています。必ずしも金銭や遠方に行くことが必要ではありません。御霊の導きと主に向かって、私がここにいます。私をお使わしくださいと言える心が求められています。ルカ書にはイエスがナザレに来て育てられ、街道に立ち、読まれたと記録されています。イエス・キリストは共同の技を始められたばかりで、イザヤ書を引用されました。主の御霊が私に宿っている、貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために、私を性別してくださったからである。主は私を使わして囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主の恵みの年を告げ知らせるのである。この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就した。聖文が今の時代にも成就し、イエス・キリストが打ち砕かれた心を癒すために来られたことを明かします。主の福音は盲人の目が開くためのものです。教会は囚人の解放を告げ知らせるためのもので、世界中の主の弟子は、打ちひしがれている者に自由を得させようと努めています。
最後にイエスが使徒ペテロに尋ねられた質問を繰り返します。あなたは私を愛するか。福音の本質はその質問にどう答え、主の羊をどのように養うかにあります。主イエス・キリストに対する深い経験さと愛を持って、一人一人が主の偉大な共同の技に携わるよう招き、主が私たちを使ってくださるよう祈ります。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。